おいでやす、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ようこそ京都買いますチャンネルへ。このチャンネルでは、京都にまつわる意外な話、あんまり知られていない話を紹介していきます。先にお話ししておくけど、このチャンネルでは独自考察を含みます。間違いがあったら教えてね、お詫びして訂正するぜ。今回のお題はなんだ？京都人が大好きなものよ。もったいぶるなよ。その前に今回の前振りよ。以前、魔理沙には獅子相応の話をしたわね。ああ、王城には清流、白虎、玄武、朱雀に相当する、川、道、山、湖に囲まれた土地が最適だ、という話だな。それで平安京が選ばれたとか。あれ、嘘かもしれないよ。うぎゃあ、いきなり全否定かよ。そんなこと言っちゃって責任取れるのか？まあ、嘘か本当か知る術はないんだけど、少なくとも事実だという証拠はないの。話が見えないから整理するぞ。一体どこが嘘なんだ？王城の地は、獅子相応。つまり東の清流、西の白虎、北の玄武、南の朱雀に守られた土地が最適、という考えは中国生まれで、少なくとも平安京造営以前に知られていたのは間違いなさそうなの。それで？ただ、平安京造営に獅子相応という思想が持ち込まれたのか？わからないというか資料がないわ。平安京は獅子相応の地に作られた、という記述は平家物語が初出とされているから、鎌倉時代のことよ。ざっくり、400年以上、後の話なのか。それは素直に信用できないな。さらに地形を獅子に当てはめる考え方。これを三千銅鐸説、と言うんだけど、これも起源が曖昧なの。三千銅鐸って、山と川と道と湖って意味か？順番で言えば、清流、白虎、玄武、朱雀だから、千銅三鐸じゃないのか？それはまあ語呂じゃない？話が混乱するので突っ込まないで。どっちにせよ、獅子相応を三千銅鐸、と解釈することが平安京造営まで遡れるのか、はっきりした資料はないの。ただ間違いなく言えることは、平安京イコール獅子相応という考え方は、後の時代に強く信じられるようになった、ということ。つまり、平安京は、獅子相応という考え方は、後追い設定だと言いたいんだな。その可能性がとても高いのよ。実は京都には、こういう構成に生まれた思想が平安京まで遡る設定になってしまった例は多いの。なんか後追い設定が多いってガンダムみたいだな。何言ってるの？50年足らずの歴史しかないガンダムより、1200年の歴史を持つ京都の方が後追い設定が多いのは当たり前じゃない。意味不明の理屈を言うなぁ。そして、京都は獅子相応の地よ。なんでやねん。桓武天皇が獅子相応を考えたかどうかはともかく、結果として京都は1000年もの間都であり続けたのよ。これは世界史的に見ても極めて珍しい事例よ。もう風水的なカゴがあったとしか考えられないわ。だから京都は獅子相応の地なの。お前と議論するのは不毛だとよくわかった。で、それが本題とどうつながるんだ？うっふ、そんな話がもう一つあるからよ。不安しかないぞ。ねえ魔理沙、これがなんだかわかるかしら？いつものようにわからん。敷地の隅が四角く区切られているな。結構あるぞ。これはなんだ？これは鬼門除けよ。鬼門封じとも言うわね。鬼門除け？魔理沙、鬼門はわかるわね。ああ、なんとなくだけどな。縁起の良くない方角のことだろ。確か東北かな。家を建てるときに鬼門にトイレを作るなとか言われるんだよな。さすが、よく知っているわね。鬼門とは東北の方角を指す言葉で、そこからは鬼が入ってくるとされているの。あらゆる悪いものって？悪霊とか、疫病とか、不運とか災難とかよ。そりゃ悪いものだな。鬼門除けは、鬼門である敷地の東北可動コンクリートなどでマス型に区切り、中に玉砂利を敷いた結界みたいなものよ。こうすることで鬼門が欠けている、鬼門を避けている、という意味なの。ああ、なるほど。玉砂利は、神社とか神聖な場所をイメージするな。鬼門除けはこれ以外にも方法があって、鬼門にヒイラギや南天の木を植える、というのもあるようね。ヒイラギ、南天の意味はなんだ？ヒイラギは葉っぱのトゲに魔除けの効果があるとされているわ。
ちなみに最近の仮想学の本によると、サボテンとかトゲのある植物で代用できるそうよ。ほんとかよ。難点は難を転じると音が同じだから、魔除けとして古くから知られているわ。着物にも難点模様があるくらいよ。昔の日本人にはおなじみの魔除けなんだ。京都には、こういった鬼門封じが失礼てある、あるいは植木が置いてある家は珍しくないの。ふーん、京都らしいな。きっと昔からなんだろうな。それがそうでもないの。鬼門除けという習慣は、確かに何らかの形で古くから京都に根付いていたものと考えられるけど、東北隅を区切って玉砂利を敷くのは、多分最近の習慣だと思うのよ。そうなのか？起源は古いのかもしれないけど、広く普及したのは多分平成に入ってからだと思うわ。しかも現在進行形で増えているみたい。語弊はあるけど、近年の流行みたいね。なんで流行っているのかな？詳しい事情はわからないわ。もともと鬼門を意識していた京都の人々が建て替えの際、マス型の鬼門除けを知ってせっかくだからうちでもやろうとなったのかもしれない。さらに元をたどれば、なんとなく結界っぽい見た目だし、安倍の生命ブームが関係あるかもしれないわね。こんなところにも安倍の生命か、ほんとかよ。さあ、大多数の人は、よそがやってるからうちも、ぐらいの意識だと思うけどね。ただ時期的に重なるような気がするから、関係あるかも、と私が思っただけ。ただの当てずっぽうよ。あんまり安倍の生命ばかり持ち出すなよ。あと補足しておくけど、鬼門除けは探せばたくさんあるけど、みんながやっているわけじゃない、ということは覚えておいてね。京都で鬼門、あるいは鬼門除けといえば、なんといっても比叡山ね。比叡山延暦寺は、平安京の鬼門を守護する寺として、天領大師最長が建てたとされているわ。これは京都人の常識よ。そして、裏鬼門を守護するために、石清水八幡宮が建てられたと言われているわ。裏鬼門？鬼門の反対、つまり南西の方角を裏鬼門というの。こちらも不吉な方角とされているのよ。鬼門が鬼の入り口なら、裏鬼門は出口じゃないのか？多分、鬼門が表口で裏鬼門が裏口なんじゃないかな。ともかく、比叡山延暦寺、特にその別院である石山禅院は鬼門除けとして京都の人々に親しまれてきたわ。特に、というと石山禅院というお寺は他と違うのか？ここは仏教寺院でありながら、なんと道教の神、大山福君が本尊なのよ。道教ってなんだっけ？道教知らないの？儒教、仏教と並ぶ中国の三大宗教なのよ。聞いたことはあるんだが、どんな宗教なんだ？そう正面切って質問されると答えにくいわね。道教というのは、中国の民間信仰をベースに発達した宗教で、教義とか難しいことを省くと、あらゆる中国的なものが道教に含まれる、と説明すればわかってもらえるかしら。風水とか、鑑定病とか市中水命とか漢方医学とかね。なんかもう道教イコール中国という感じだな。そして大山福君は、中国では東岳大帝と呼ばれる道教の最高神であり、日本の陰陽道の主祭神とされているわ。鬼門もルーツは道教らしいから、まさに鬼門の守護神というわけね。じゃあ比叡山が鬼門封じという話は本当なんだ。それがそうでもなさそうなの。なんでや。延暦寺の創建は788年よ。石山禅院は888年とされているわ。平安遷都が794年だから6年前か。その時の都はどこだったんだ？長岡京ね。長岡京は平安京の南西、今の向こう市、長岡京市、京都市西京区あたりに置かれ、平安京と同規模の本格的な都だったわ。長岡京？なかなか気になるけど、脱線しそうだから、我慢するぜ。でもそうなると比叡山が都の鬼門封じという話もおかしくなってくるな。そう、延暦寺に国家鎮護という役割はあったかもだけど、鬼門封じとして建立された、という可能性は多分ないわ。石山禅院は正確な建立都市が不明なんだけど、やはり、鬼門封じのために生まれたと考えるのは難しいの。なんでだ？鬼門という概念が浸透するのは平安時代後半だと考えられているからなの。そうなのか？
陰陽道が発達するのは、10世紀後半頃からだと考えられているの。ちょうど摂関政治が絶頂期に差し掛かる頃ね。安倍の生命が活躍した時代だな。鬼門は陰陽道と密接な関係があると言われているの。例によって推論なんだけど、陰陽道によって東北を鬼門とする考えが広まり、そして鬼門には延暦寺があるということに気づいた平安貴族によって、延暦寺は鬼門封じの寺として生まれたという話が出来上がったんだと思うわ。裏鬼門の石清水八幡宮も同じね。まあ迷信深い平安貴族ならありそうな話だな。ただ面白いのは、そういう悪く言えば作り話を、比叡山そのものが信じ込んだことね。信じ込んだ？まず延暦寺は天台宗の総本山だということを覚えておいて、江戸時代初期、天台宗の僧侶に天海という人物がいたの。天海は、徳川家康のブレインとして活躍し、織田信長に焼き討ちされた、延暦寺の復興にも貢献した人よ。なんとなく知ってる。前半生が謎で、正体は明智光秀説とかある人物だよな。天海は江戸の街づくりに大きな影響を与えたとされているわ。特に江戸の鬼門、裏鬼門を重視したと言われていて、鬼門よけに東栄山寛永寺を上の山に置いたわ。東栄山というのは東の比叡山という意味で、寛永寺も当時の年号寛永からもらっているわ。延暦寺が年号の延暦からもらったのと同じね。つまり江戸という新しい首都にも鬼門よけの比叡山が必要だと考えたわけ。なるほど。それくらい鬼門よけは必須で、しかも比叡山延暦寺が最適だと、それが当時の常識だったわけだ。ちなみに裏鬼門には比叡神社が置かれているわ。これは比叡山の守護神、比叡大社の流れね。鬼門、裏鬼門ともに比叡山系で固めたんだ。石清水八幡じゃないんだな。そうね。ともかく、鬼門とか鬼門よけの概念は江戸時代の時点で当たり前になっていたことが面白いわ。なあちょっと思うんだが、京都の町には比叡山延暦寺という強力な鬼門よけがあるんだろ。じゃあ各寺がいちいち鬼門よけなんか作らなくてもいいんじゃないのか？まあそうなんだけど、民家に鬼門よけがあるのは別のルーツなのよ。別のルーツ？それは御所よ。京都御所の鬼門は猿月寺というんだけど、こんな形になっているのよ。おお、角がへこんでいるな。これが鬼門よけのルーツなのか。最初に紹介した鬼門よけのルーツが猿月寺であることは、多分間違いないわ。そんなこと断言して大丈夫なのか？そもそも御所なんて特別な場所のことを庶民が知っているのかよ。それが意外なことに、京都御所は江戸時代、結構メジャーな観光地だったのよ。庶民にとって京都御所は、生きている神様がおわすスペシャルな神社、ぐらいの感覚だったらしいわ。だから御所の周りをぐるぐる回ったり、塀越しにお賽銭を投げたりしていたみたいよ。庶民のフランクさが、やばい。当然、猿月寺も目にするわよね。そこで、あ、これは鬼門よけだと気づく。そして、御所のようなありがたい場所でやっているなら効果絶大のはず、我が家でもやってみよう、になるわけよ。今日の町衆は、皇室や、公家の文化に憧れそうだもんな。猿月寺というのは猿の十字路ぐらいの意味なんだけど、名前の由来はこの猿よ。あ、いるいる。猿は、災いが猿、にかけて、魔除けの意味があるのよ。難点と同じだな。さらに猿は延暦寺の守護神、比叡大社では、マサル、という神の使いよ。ここでもマサルが、マガサル、マサル、という魔除けの意味になるわ。鬼門の角をへこませて物理的に鬼門をなくし、さらに比叡山由来の猿で守護する。これはもう完璧な鬼門よけだな。ああ、それが、そうでもないの。なんだと。猿月寺が鬼門に対応したものであることは間違いないわ。少なくとも室町時代にはすでに猿月寺はあったみたい。ただ、猿月寺が鬼門からやってくる災いを跳ねのける、あるいは避ける効果を期待して作られているのか、はっきりしないのよ。一説によれば、これは鬼を避ける装置ではなく、鬼を集める装置だと言われているわ。無楽じゃないか。御所内に西洋殿、という御殿があるんだけど、その南西隅、つまり裏鬼門にあたる場所に、鬼の間、というのがあるのよ。ここには鬼の天敵である白卓王の絵が描かれているそうよ。
白鐸って、ホオズキの冷徹に出てくる神獣だな。あれって鬼の天敵なんだ。だからホオズキと仲悪いのか。そうなんだろうけど、それはさておいてちょうだい。一説によると、これは猿が辻で鬼を集め、鬼の間で退治する、という呪術的な装置で、御所が今日の鬼を一手に集め、退治してくれる、という話なの。でも鬼の間は御所の奥にある部屋だから庶民が知るはずがない。それで猿が辻だけが一人歩きして一般の鬼門除けの手本になった、という話よ。もしそれが本当だったら、鬼門除けのつもりで鬼集めを作っていることになるんじゃないのか。やばいじゃん。実のところ、猿が辻と鬼の間の関連もはっきりしないのよ。猿が辻の起源は不明だし、鬼の間も、やっぱり不明だし、双方の関連性もはっきりしないの。そもそも鬼の間は猿が辻より起源が古いと言われているしね。同時にできないと意味なさそうだしな。それに京都には膨大な神社やお寺があるけど、猿が辻のような鬼門除けを備えているのは仏光寺だけだと言われているわ。神社やお寺に鬼門除けはないんだ。で、仏光寺にだけあるのか？例によって、なぜだかは不明よ。だけど今、仏光寺の鬼門には交番があるわ。それはそれで強力な鬼門除けかもな。そもそも延暦寺や岩清水八幡といった強力な鬼門除けがあるんだから、各家に鬼門除けが必要なのかどうか、よくわからないわ。だから鬼門除けは京都の人々にとって、あってもいいけど、絶対に必要なものとは考えていないわけだ。結局、鬼門とは何なのかよくわからんな。鬼門除けというのは、一種の精神安定剤なのよ。例えば、京都で交通安全のお守りは必要か？と聞かれて、自分はいらないと答える人はいないと思うわ。そりゃあそうだろう。迷信は、それが差別や偏見の元になっているのならダメだけど、迷信だからと何でも頭ごなしに否定するのは良くないと思うの。迷信とうまく付き合っていくのが京都風なのよ。程よく信じ、程よく距離を取るってことか。今回はここまでよ。この動画を気に入ってくださったらぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。Twitter もやってます。概要欄にリンクがあるのでフォローしてくれると嬉しいぜ。コメント欄への感想ありがとうございます。とても励みになっているぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。